して知ったアルタは物体となる第一歩を踏み出します。そして彼がこれから起こす異名はまだ誰も知りません。はい、皆さん、今がプロジェクションマッピング紅葉法話でございました。いかがでございましたでしょうか。ありがとうございます。お経の中ね、お勤めのしてるこのお経の中に書かれる内容って大体こういう内容なんですよ。本当は物語になってたり、本当はどうやったら人は楽になれるのか、どうやったら心が安らぐのかという話がたくさん載ってるんですけども、それがね、インドの言葉から中国語には翻訳されたんだけども、中国語から日本語には翻訳されずに日本に入ってきたので、今でも漢語で、ああやってお勤めしてるんですよね。ですのでお坊さんっていうのはね、このお経を読んだ後にお勤めをした後にその内容はどういう風なんだよ、こうなんだよということをお伝えするのが一つの役目なんですけども、まあね、人が話すのはね、こう話術といって、お話し方が上手でないとなかなか面白くないので、私どもはこういう映像と